主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ史、技術史、交通史各国の交通史日本の交通史街道、日光街道、日光霊平市街道今市宿今市宿周辺の主要街道の略図。今市宿は日光街道の20番目の宿駅である。現在の栃木県日光市、今市。今市宿は江戸時代に下谷国津賀郡にあった宿場町。元、 今村と呼ばれていたが宿駅となって住民が宿に集まって、活況を停止、停止が開かれるようになったことから、今い一い塾となったと言われている。この宿は一街道の単なる一地方宿ではなく、日光街道のほか、三武道、合津西街道、日光北街道などが集まる、交通の要衝に立地する宿駅であった。日光霊平市街道と日光街道の追い分けには、地蔵道がある。 ここに安置されているのは、造高2メートルの石像地蔵菩薩座像である。元空海が、大谷川含む漫画淵の岸辺に建てた石仏と言われ、大水で流されて、いまいちの河原に渦漏れていたのを、ここに堂を、建て安置したものと言われている。徳川吉宗が、日光を参景した折、この地蔵が白幕で覆われているのを見て、あとは、白幕で覆わないよう明示。 この地蔵堂の後ろで、朝鮮人参を育てさせたという。正確な造造時期は不明だが、室町時代頃の作と推定されている。天保14年の日光道中宿村大会長によれば、今市塾の本陣は1件、脇本陣1件が設けられ、旗子が21件あり、宿内の矢数は236件、人口は1122人であった。今市塾には、 寛永九年までに御殿が設けられ、関文五年に化し、官報二年に消失した。如来寺の寺院境内にあり、三門とは別に、御殿専用のおなり門が設けられていた。今市御殿は、徳川美木によると、徳川秀忠の元羅八年、寛永五年、家光の寛永期から慶安元年、家綱の慶安二年で、日光社産の旧白地として利用された。今市御殿は、 寛永九年までに、如来寺境内に設けた。この年は、家康の十七回帰で、それまでに、日光社さんは、数回行われていたが、まだ専用の休泊施設はなかったため、寺の建造物で休泊した。寛永九年関分五年の間、いまいち御殿は利用された。御殿の維持、修繕は、幕府が行い、寛永十一年、十三年、十七年、慶安元年、 二年、五回の修復されている。漢文五年には、五点を、如来寺に課し、漢方二年五点が消失したが、五点の再建はされなかった。漢方二年以降、日光社んが二回行われているが、如来寺で休憩したという、ありがとうございます。